瀬さん、八代さん、こんにちは。こんにちは。最近村瀬さんが出演されるラジオで、はい、あゆみちゃんもよく出演されているようです。そうだね。村代では八代さんの別人格八代様のコーナーがありますが、うん、村瀬さんの別人格あゆみちゃんのコーナーなどないのでしょうか。ぜひあゆみファンの私としてはあゆみのコーナーを作ってほしいです。ご検討お願いします。なるほどね。あゆみのコーナー、あゆみの部屋とかね。あゆみの部屋いいんじゃないですか。あゆみの部屋、徹子の部屋みたいな感じで千秋の部屋みたいな感じで皆まで言うななんだろうね。あゆみちゃん俺も好きっすよ。あゆみちゃん、うん、でもあゆみちゃんはねやっぱね乗ってこないと出てこないから、そのなんか能動的に出すもんじゃないんだ。うん、テンション上がるメンズがいたりとか、あとこう、あこれやべえな、どうやってやって乗り越えようって思った時に、テンション上がるメンズって何？テンション上がるメンズがいるわけ、あゆみちゃんには。あ、そう。あゆみちゃんがテンション上がるメンズがいるから。まあ女子はいるわな、そりゃな。そうそうそう、うん、あの信彦さんとか。あ、信彦さんテンション上がる。あとうちとか。あ、内山さん。そう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 、うん、そう。そういうテンション上がるメンズがいないとあゆみちゃんあんま出てこないかな。八代拓は？全然上がんない。なんで？全然上がんない。なんで？もうあゆみ的にはね、もう全然上がんない。大塚さんごめん、このラジオ無理だわ。あゆみちゃん。俺テンション上がるメンズじゃねえみてえだわ。テンション上がる、ちょっとミステリアスな感じじゃないとダメなんだよね。あー、なるほど。そう、ミステリアスさが、いや、ない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 、ただのバカ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 。ほんと？え、でも今、口の端にチョコついてるよ。え、不思議？いや、嘘嘘。嘘って、不思議？はい。あの、ちょっともうちょっとミステリアス勉強してくれ。次のメール行きます。ちょっと下手くそだなあの、次のメール行きますね。はい、お願いします。